展開までのあらすじ。砂漠にエコ動物園を建設したユックリは、エマから出された数々のお題を全て達成した。だが職人のこだわりがこの動物園は未完成だと告げるのであった。さあ、今回も動物園経営をやっていこう。やっていくのはいいけど、どこまでやるんだよ。もう前回ゴールド目標もクリアしちまったぞ。次の動物園が私たちを待ってるんだぜ。マリサには動物園経営者としての責任感がないの？え？特にないかな。え？じゃあしょうがない。だが私にはある。ここを見てよ。あとこのエリアさえ完成させれば、湖沿いに道が一周繋がるんだよ。そうなれば来園者だって嬉しいと思わない？まあそれは繋がってた方が嬉しいぜ。でもあとは公認に任せればいいじゃないか。一人で全部はできないぜ。私がやりたいんだということで、このエリアを開発していくよ。しょうがない、ここだけだぞ。でもどうするつもりなんだ？結構ここ広いぞ。ふふふ。はい、そこでこれです。あ、こいつは大きすぎて封印されていた巨大ドーム。そう、一度は没になったこのドームが帰ってきました。でもこいつは危険すぎるぜ。前回の三連ドームが軽々と入ってしまうからな。人はより大きなものを求めてしまう罪深き生き物。こいつをドカンと使っちゃおう。しかしその力は強大すぎるので、このように半分に制限して使いたいと思います。半分埋めてもデカすぎる。でも中はどうするんだ？クリアした今すべての動物が飼えるようになったから、あとはお前次第だぞ。そうだね。でも私はこのシナリオの動物にこだわって仕上げたいと思います。となると残りはあの3種類か。そう、ドームもそこに合わせていくよ。それじゃあガシガシ作っていこう。まずは道を引いていくんだな。うん、道をつなげるのが一番の目的だからね。はい、つながった。ほい、じゃあ入り口を作って。うろう、やっぱり広いぜ。そしたら地面を少し下げていきます。そしてちょっと削ったり、橋をかけたりしていきます。こっちの道もつながると便利なんだぜ。ほいっと。よしこい、こっちもつなげちゃおう。そしたら今度は観察エリアを作っていくよ。おお、これまた立体的な感じになりそうだな。全体のレイアウトができてきたので、そろそろ展示場を作ろう。お、ドームの外にも広げるんだな。湖を使いたいからね。今作ってるのは湖に来た動物を観察するためのテラスだな。そうだよ。さあ、それじゃあゲートを作って動物を入れよう。え、この状態で？さあ運んできたよー。まずは何かな？え、マレーバクじゃん。いきなりシナリオに関係ないやつ入れてきた。てへへ。このシナリオのバクはベアードバクだろ。これには深い理由があるんだよ。でも、それは次の動物が来たら説明するから。今は展示場の整備を進めよう。まずは動物の移動範囲をチェックして、脱走できる場所を塞いでいこう。そこら中から脱走されるな。このゲームは動物を入れないと、実際に逃げられるかどうかわからないからね。いやお前の作り方が雑すぎるだけだぞ。ドームが予想以上に大きくて大変なんだ。ちょっと後悔している。泣き言言わずに頑張れ。ほい、脱走できそうなところは塞いだよ。これめちゃくちゃ広いな。バクだけじゃ持て余すぞ。ここは混合展示にするつもりだよ。お、じゃあ早く次の動物も入れようぜ。いやその前にスタック施設を建てよう。餌を用意する飼育員の小屋と病気を見る獣医外科、そしてスタックの休憩所の3つがあれば、移動が楽になって効率的に働いてくれるよ。そしたら電気も必要だな。ソーラーパネルを設置しよう。いや待って、ドームが大きすぎてソーラーパネルじゃ供給範囲が足りないから、より範囲の広い風力発電にしよう。それでもドームの中心には全然届かないけどな。エコ縛りがなければ発電機が使えるのに、こっそり使いたい。で、動物を入れようと思ったんだけど、目当ての動物がマーケットに上がってこない。クリアすると全動物が解放される分、シナリオの動物が飼いづらくなるんだよな。しょうがない、建設を続けながら地道に待とう。このシステムはどうにかしてほしいぜ。せめて目当ての動物が売りに出されたら教えてほしいよね。まあ完全にただの愚痴だけどな。動物園経営も楽じゃない。
さあそれじゃあ動物を入れていくよ。インドゾウか。今度はシナリオ動物だな。そしてもう一種類来てもらおう。こっちは隣の展示場だな。はい、こちらにはボルネオオランウータンに来てもらいました。おお、これもシナリオ動物だぜ。そう、オランウータンとインドゾウに合わせるために、中米のベアードバクではなく、東南アジアのマレーバクにしたのです。なるほど、ということは。そう、このドームには東南アジアの森を作っていくよ。さあ、どんどん木を植えていくんだ。マリサもよろしく。ひええー。まずは大きな木を植えていこう。ドームがでかいからどんな木でも植えられるぜ。そしたら展示場の周囲に岩を組んで。最後に細部に細かい植物を植えていくよ。自然な感じにするのが大変なんだぜ。とにかく植えまくれ、多分それっぽくなる。まあここはこんなもんかな。そしたら私はオランウータンの展示場を担当しよう。登れる棒や板を組み合わせて、立体的に移動できるようにするよ。うん、徐々にできてきたね。霊夢、ここがぽっかり空いてるんだけど、どうするつもりだ？ここには新しく追加された施設のレストランを使ってみよう。これって今までのフードショップと何が違うんだ？どうやら専用のテーブルを設置することで、そこで飲食をしてくれるみたいだね。おお、これで落ち着いて食べてもらえるな。うん、動物のためにも座って食べてほしいよね。さあ、それじゃあ一気に仕上げちゃうよさあ、この園の最大の施設、東南アジアの森が完成しました。早速案内しましょう。中に入るとそこには、砂漠とは思えない密林が広がっています。このドームには2つの展示場があり、1つは広大なスペースに3種類の動物が放された、混合展示となっています。この展示場は野外の湖にもつながっており、暑い砂漠の中で気持ちよさそうに泳ぐ姿も見ていただけます。というか、いつの間に3種類に増やしたんだよ。ふふ、驚かせようと思ってね。それで何を増やしたんだ？こちらのインドサイだよ。おお、この組み合わせで見れるのはなかなかないよな。この広いドームあってこそだね。ドーム内では、広々とした空間に巨大な木の生えたこの森で、のびのびと過ごす姿を観察していただけます。早速大人気だな。うん、嬉しいね。そして、この湖沿いに伸びる橋から入ってもらうと、まるで木の上から地上を覗いているような景色も楽しめます。熱帯の木の高さも感じてもらえるな。また展示場をさらに奥に進むと、崖を利用した高低差のある地形となっており、様々な角度から動物の様子を観察していただけます。最下層は土を主体としたエリアになっており、上層の森とはまた違った雰囲気も楽しんでもらえるでしょう。餌を食べる様子も間近で見れるんだぜ。もう一つの展示場はボルネオオランウータンとなっています。物怖じしないからこちらも間近に寄ってきてくれるんだぜ。これには子供も大喜び。こちらの展示場も崖を生かした高低差のある作りになっており、樹上で生活するオランウータンの視点をより感覚的に感じてもらうことができるのではないかと思います。ちょっと階段が大変だけど、下から上まで楽しんでほしいぜ。またドーム内を散策するだけで、熱帯植物園としても楽しんでもらえると思います。砂漠にいることを忘れるんだぜ。私としてはぜひ、上を見上げて、巨大ドームだからこそ実現できたこの森を感じてほしいね。また歩き疲れた時は、ドーム内にレストランもありますので、ぜひご利用ください。緑豊かなテラス席からは動物も観察できるぜ。
もちろん、室内にも席を用意しています。ドーム内だからどこも室内だけどな。なお、こちらのレストランは緑に埋もれていますので、見つからない時はスタッフにお尋ねください。迷彩レストランだな。新規オープンの東南アジアの森、いかがでしたでしょうか？前回のヒマラヤドームとは真逆のドームになったな。生物多様性をより感じられる動物園になったんじゃないかな。ちなみに、ドームをなくすとこんな感じです。うわ、取っちゃダメだぜ。こちらはイメージ映像となっております。完全に森だな。スタッフエリアもしっかりと一体化しています。誰も見ないけどな。でもこうやって見てみると面白いね。おう、砂漠じゃなければこのまま使えそうだぜ。それじゃあついでに、他のドームも取ったところを見てみよう。これは三連ヒマラヤドームだな。爬虫類館は取り忘れたんだな。ドームじゃないから。これは入り口のレッサーパンダで。隣は森林狼だな。さあ、これでこの動物園も完成だ。ドームは戻しといてくれよな。どうしたんだ？こんなところに連れてきて。マリサは鈍チンだね。何か気づかないかな？あ、なんか変な穴がある。あれ、こんなのなかったはずだけど。え、何怖い。しょうがないから特別に見せてあげよう。え、いや結構です。そう言わずに、さあ入って。ほんとなんなんだよ。暗いし、なんか遺跡みたいだな。さあ、奥まで行くんだ。あ、整備士さん助けてー。無視された。着いたのか？明るいぞ。なんか妙な空間だな。そう、こここそがこの動物園の隠しステージ、アナグマランドなのです。なんだってー。ちょっと気づいてた。え？まさかアナグマが追加される日が来るとは思わずに、のんきに過ごしていた私ですが、さすがに私がアナグマを使わないわけにはいかないので、急遽このような隠しステージとして追加した次第です。普通に作れよ。隠しボスクラスなんて。でもアナグマランドっていう割には数が少なくないか。あ、でもなんか穴から出てきた。そう、この新施設の巣穴を覗いてみてよ。うわわ、たくさんいる。そう、こんな地下の展示場のさらに巣穴に潜る引きこもり。それがアナグマなんです。誰のこと？しかし、謎空間だな。壁が光ってるし。ここはファンタジー空間なのです。え、うちってリアル路線じゃないの？まあまあおまけなのでありということで。あまりに偏僻な場所だから、たまに迷い込む以外で来園者も来ないしね。マジか。さあ、これで心残りは一切ないよ。この動物園を後にする時だ。うわぁ、すごい人だぜ。何もない砂漠だったこの土地も、今では5000人近い来園者が訪れる、超人気の動物園になりました。多様な環境に生息する26種類の動物を飼育し、数々の繁殖にも成功して生物多様性にも貢献している。動物の研究も進んだから、お客さんの教育効果も高いぜ。また動物の生息域を再現したドーム、バイオスフィア3は、砂漠にいながらにして、多様な環境を体験できると評判になったね。おう、コストも手間もかかった分、達成感もあるよな。動物だけじゃなくて、多くの植物をこの園では見ることができるよ。植物園としても楽しんでもらえるんじゃないかな。特にこの東南アジアの森は最大の対策となりました。満足の出来だぜ。湖に沿って一周すれば、多くの動植物に会えるこの動物園にぜひ皆様もお越しください。砂漠とは思えない体験を約束するぜ。さあ次の動物園へ旅立とう。お次はどこかな？あ、最後にスタッフがカフェに来てくれって。なんだろ？それじゃあ皆さん、また次の動物園でお会いしましょう。